小西行長、商人から大名になった人物である。豊臣秀吉に才能評価され、実績も積んでいたが、朝鮮出兵のとある出来事により、その評価は地に落ちる。主君の意向を無視してでも、自分の信念を貫き通した小西行長の生涯を漫画で振り返る。チャプター1、商人から武士へ。1558年、京都、行長は薬屋をなりわいとする商人の家に生まれる。ゆき、その後行長は別の商人の家に養子に出され、備前の国に移る。領主様のところにも商いに行くことがあると思うが、失礼のないようにな。はい。家の商売を手伝う中で、行長はある人物と出会い、その生涯を大きく変えていく。ある人物とは、備前の国で大きな力を持っていた宇喜多直家である。うむ、採用。え、何が。行長は宇喜多直家にその才能を見込まれて、宇喜多家に仕える武士となる。さらに採用。え、行長は羽柴秀吉に才能を認められて、秀吉に仕えることになる。その矢先、歴史を揺るがす大事件が起こる。1582年、本能寺の変。天下人織田信長が配下の明智光秀に襲撃されて、この世を去る。信長亡き後の覇権を握ったのは秀吉だった。行長はそんな秀吉の下で大きく出世していく。行長20代半ばの頃である。チャプター2、加藤清正。行長よ、お前には水軍を任せた。はい。豊臣政権下で行長は水軍を率いて活躍した。1585年、数々の功績が認められて、小豆島1万石を与えられる。同じ頃、行長はキリシタン大名高山右近の影響を受けてキリシタンとなった。キリシタンはいいぞ小西殿。小豆島では農地開発をする一方で、宣教師を招いて布教活動も行った。そんな中、キリシタンの弾圧が始まる。1587年、バテレン追放令。キリスト教は邪法であり、その布教活動は許さない。この法令により、各地のキリシタンは行動を制限されることになる。キリシタン大名高山右近は信仰を捨てなかったために、領地をすべて没収された。信仰を捨てるわけにはいかん。さて行長、お前はどうする。もちろん秀吉様のご意向に従います。おう。行長は秀吉に同調した。しかしその一方で、キリシタンの監視は私にお任せください。おう。行長は秀吉の意向に従いつつ、キリシタンの行動を監視するという口実を作り、信仰を捨てなかった。そして改易された高山右近や宣教師らを小豆島に迎え入れた。これが私の生きる道だ。行長め、やはり頭のいいやつだ。あいつの力はわしに必要じゃ。秀吉への反発とも取られかねない危うい状況だったが、秀吉は行長を処分せず、その後も徴用し続けた。1588年、行長は肥後の国の半分24万石を与えられ、宇都城主となる。うむ。肥後の国のもう半分には加藤清正が入ることになるのだが、二人は仲が悪かった。てめえ、こっちの領地に入ってくるんじゃねえよ。いちゃもんつけないでください。隣接する領地だったため、境界線をめぐって争うこともあったという。加藤清正との確執が行長の命運に影響を及ぼしていく。チャプター3、朝鮮出兵。1592年、文禄の役、国内の天下統一を果たした秀吉は大陸への侵攻を開始する。大陸を攻める。先方は私にお任せください。頼もしいな行長。ふっ。行長は大陸侵攻の先方を希望した。ちょっと待った、俺も先方を希望します。清正もまた先方を希望したが、一番手は行長、清正は二番手な。一番手に選ばれたのは行長だった。こうして文禄の役が幕を開ける。日本軍は朝鮮半島に入り、大陸の軍と戦いを始める。進め、行長に負けるか。行長は戦いながらも交渉による講和を模索していた。
この戦いには無理がある。こうはして戦いを終わらせる。度重なる戦いの末に、雪永は講和交渉の場に至る。ようやく講和交渉まで持ち込めたな、石田殿。ああ。しかし、秀吉様の提示した朝鮮南四道の割譲という講和の条件は現実的ではない。大陸方は納得しないだろうな。偽るしかない。雪永は大陸方の講和担当と共謀し、講和条件の偽装を画策する。何をしようとしている雪永、秀吉様の意向に従え。加藤清正は秀吉の意向を無視する雪永の方針に反発した。秀吉の意向を無視してでも講和を強行しようとする雪永と、秀吉の意向をそのまま実現しようとする清正、両者の意見は真っ向からぶつかった。その結果、こうするしかないのだ。雪永は講和に邪魔な清正の排除を決める。その後、雪永は清正に独断専行の罪を着せて秀吉に報告。報告を受けた秀吉は清正を大陸から日本に戻し、謹慎処分を下した。雪永め、よくも。そして雪永は条件を偽って講和を結ぼうとする。秀吉には大陸方が降伏すると偽り、大陸方には秀吉が降伏すると偽った。しかしこの計画は途中で秀吉にバレて頓挫してしまう。おうおう、なるほどの。このわしを騙そうとの。このわしを騙そうとしたな、雪永。万死に値する。落ち着け、秀吉。落ち着きなされ。秀吉の怒りを買った雪永は、死罪になりそうになるが、徳川家康や前田利家らの取りなしによって、どうにか免れる。それから数年後、1597年、慶長の役。再び攻めるぞ。秀吉は大陸への侵攻を再開する。雪永よ、前回の失態を戦場で晴らしてみせろ。はい。雪永は再び大陸へと渡る。しかし戦い途中で全てが変わる出来事が起こる。1598年、豊臣秀吉死去。秀吉様が亡くなられた。秀吉の死により大陸侵攻作戦は中止。日本軍は大陸より撤退した。これから大きな戦いが起こるな。秀吉亡き後、次の覇権をめぐって大戦が起きようとしていた。チャプター4、最後。1600年、関ヶ原の戦い。各地の武将は徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍に分かれて衝突した。雪永は三成に誘われて西軍として戦った。頼むぞ、小西殿。ああ。かつて仕えていた浮竹が西軍にいたこと、そして対立関係にあった加藤清正が東軍にいたことも、雪永の判断に影響したのかもしれない。天下分け目の大戦は西軍の敗北により幕を下ろす。九州では雪永の築いた宇土城は加藤清正に攻め落とされた。そして雪永は石田三成とともに京都六条河原にて斬首されることになる。斬首される直前、雪永は同じくキリシタンだった黒田長政に国会の秘跡を依頼した。国会の秘跡とはキリスト教の儀式の一つで、洗礼後に犯した罪に許しを与えるもの。お願いできませんか、黒田殿。しかし、申し訳ないがお断りする。家康様の命でな。そうですか。その後、司祭が秘跡を行おうとするが、それも許されなかった。ああ、私は許されないのだな。そして雪永は首を落とされる。去年不明。雪永の死後、遺体は教会に引き取られ、そこで秘跡を受けて、改めて葬られた。その時の教皇クレメンス八世は、雪永の死を惜しんだと言われている。あなたは許されました。どうか安らかに。雪永の死から7年後、イタリア、ジェノバで雪永を主人公にした音楽劇が作られた。また、フランスで作られた日本地図には、雪永の領地だった、宇土、八代の文字があるという。関ヶ原の戦いでの敗北や、加藤清正との比較から、日本ではあまり評価されないこともあるという小西雪永ですが、ヨーロッパでは、信仰に厚く、
忠義を重んじた武将として評価されたようです。商人から大名になり上がったという点だけ見てもすごいよな。今日の名言、軽率に名優となるなかれ、すでに名優たれば軽率に離るるなかれ。ソロン。次回の日本史漫画は朝鮮から日本に渡った女、オタージュリアの生涯。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。